章の一節二節をお開きください。308ページ、一つ前の聖書の方は283ページ、ローマ人の手紙12章1節2節お読みいたします。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられる完全であるかをわきまえするために心の一心によって自分を変えなさい。天の御言葉を通して今朝も豊かに語ってください。イエス様の名前によってお願いします。アメン。おはようございます。今日も主イエスキリストが私たちを一日祝福されることを感謝いたします。今日はこの場所は、献身の時によく言われる言葉のところですけれども、一節に霊的な礼拝ですと書いてあるんですね。で、私は霊的な礼拝といったら霊的なことを考えるんですけど、ここで面白いのは、神の憐れみにお願いしますと言って、あなた方の体を、この体ですね、肉の体、私たちはこの死んだ後御霊の体、栄光の体、復活の体、完全な体をもらうことを知ってますけども、この地上に来ている間はこの肉の体、この体は罪の体でもあります。でこの体を神に受け入れられ清い汚さないものとしてあげなさいと書いてあるんですね。でそれが霊的な礼拝だと書いてあるんですね。だからこの体を生きた、清い汚さないものとしてあげることは霊的な礼拝だと書かれてるんですね。で2節を見るとこの音調子合わせてはいけませんって書いてあるんですね。でつまり何かというと、この世と調子を合わせて生きるときに、この体は生きた清い備え物とはならないわけですね。で、この世と調子を合わせず、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことかを神に受けられて完全であるかをわきまえ知るために、この死によって自分を変えなさいと。御言葉によってなんですけれども、この心の一心、これマインドですけれども、一心によって自分を変えなさいって書いてあるんですね。で、心の一心で自分を変えなさいって命令で、命令なんですね。でこれは神様の力ってもちろん変えていただくんですけれども、しかし自分が意思を持って変えることを願い、それを求めないといけないんですね。受け身で神様変えてくださいって言いながら、神様にやってもらおうってことじゃなくて、自分が変えてほしいところから願い、本当に神の心を行いたいと願い、そして自分の心は神の心を行いたいと思わないものであることを認めて、肉はそうでないので、本当に変えてほしい、変えてください、心を一新してくださいということを心から願い、そして自分もその一新することを心から願って一新していこうとするっていう、わかりますかね。これが必要なのです。口でいくら一新してくださいって願いつつも、実はこの中で肉なることを求め、肉を行いたいと思っているときには変わらない。本当にそれを変えたいと願うことが必要なんですね。でそれが願えないのは祈りを下げるっていうんですけども、私の肉は本当に肉なることを行いたいと願ってますね、それを許してください、本当に神様の心を行いたいと願うことができるように、その願い自体を与えてくださいっていう祈りを下げて、本当にその心が変わっていくことを願い求めてほしいですね。で本当にそれを願い求め始めるとですね、肉にいることがどんなに虚しくてつまらなくて、実はすごい借り手をしなきゃいけないかを思い知らされます。本当に心を行いたいという願いに変えられていきますので、でその心を一新することによって、私たちはその神様の御心をこう知り、その御心を行っていたときに、この体が神に受けられ生きた備え物となってくるんですね。で霊的な礼拝っていうのは、いわゆる霊的なこの狭い意味ではなくて、実際に御心の中を生きるという、この現実において本当に神の心を生きるということからが霊的な礼拝になるわけですよね。よく霊的なって言ったら、なんかすぐこう狭い意味での霊的なことばっかり人は言いますけど、そうではありません。現実に実際的に私たちが神の御心の中を生き、御心の中を歩むことが霊的な礼拝であるということをね、覚えておいてほしいというふうに思います。もちろん礼拝の時に心から礼拝をすることはとっても必要で、そこで力を受け、そこで変えられていきますので、とても大切なんです。それは出発点になるんです。出発点になるけど、
その本当に霊的な礼拝をしてこうやって、ああこう恵まれたって言ってですね、恵まれた本当によかったって言ってこう教会から出てきてですね、で雨を打たれたら、あ感謝しますって言ってるんですけど、会社に行ったら嫌な人がいてですね、散々つぶやいていたら霊的礼拝にならない、憎んでいたら霊的礼拝にならない、本当にこれは礼拝たら誰かに憎んでいたら絶対それをこう迫られますからね。だから霊的な礼拝っていうのは実は霊的な礼拝なんだけども、それは現実的実際的なものに必ずなってくる。そこを本当に神の御心を行っていないで、神の御心を歩んでなくては霊的な礼拝にはならないわけですよね。で心を一新することにしたんです。我々の肉は実は神の御心を行いたいとは思わないっていうか、追いつくこうそうじゃない方に行こうとするから、それを一新していかないといけないんですね。全く新しくしていくんですね。で、もちろんそれは神様が作り変えてくださるんですけども、しかし私が本当にそれを願わないとそれはならないんですね。で本当に願えないぐらい私は罪深いので、それを認めて本当にこれから願える、その願いを与えてくださいっていうことになってほしいんですね。これでも祈りますとね、肉を行うとどんなに虚しいかってことと、あもう嫌だ、本当に神の心から痛いと思えるようにしてくださるので、そこを通されますので、それはまあそう思っててください、ね、でそういうとこ通ったら本当に心が一番もう心から痛いってもなってきますよね。でその時にこう神様の恵みによってこう一個一新されていくし、それを喜んで受け取るようになっていくわけですね。で私がそれを願うようになっていくときに、神の恵みによって私たちは御心を行うものと変えられていき、この行動が変わるから体が変わるわけですね。そしてこの意思、この霊的礼拝ができるようになっていくということをね、知っててほしいというふうに思います。はい、お互い心を一新し、生きた備え物としてこの体を下げて霊的な礼拝をしてですね、今日も一日神の素晴らしい祝福と恵みに預かっていきたいと思います。神は私たちを、あなたは私を祝福を与えるために召してくださいました。神は私たちを祝福されます、ね、私たちは祝福を受けるために召されました。今日もその神様に用意されているあふれるばかりの祝福をですね、霊的にも実際的にも経済的にもそして健康的にもあらゆる面でその祝福を受けていきたいと思います。お互いその皆によって祝福いたします。天皇と様、御言葉をありがとうございます。イエス様の名前でお願いいたします。